スタートしましたコースタートはうち3番のサクラバローレコースタートーダッシュ追って4番のアスカノ・ゲルニカ外から一気に押して出てきたのは外から11番のスイフト・シャドウを今先頭に並びかけようとしていますあとは8番の名称・を表し内から7番レッシー・プリンセス2番のタガノ・トッピーその直後に10番のキネオ・グランデ中段の前を行きました第1コーナーのカーブを回っていきます まず1コーナーを回って先手は3番の桜バローレーわずかに半シンのリード追い上げて11番スイフトシャドウが2番手で第2コーナーのカーブこれから2馬身差3番手に8番の名勝表しが上がりました向こう上面に出ていきます1馬身半差4番のアスカノ・ゲルニカが追走で外からは追い上げてアグネス・オラシオンが追走7番のエスシー・プリンセスがその間から4番手グループを形成していますその後と5馬身があって手が動いて10番のキネオ・グランデが追走さらに内からは 6番の鹿島フェニックス、これから3コーナーカーブ、後方からはやや遅れて、名将・キトラ、さらに後ろに北雪ヒーロー、3コーナー回って、1番のテイエムステルスがその後ろ、クリューサオールは、この後ろからこれからスパートを見せようとしています、かなり縦長です、4馬身、5馬身後方に多賀ノトッピー、あるいは外からはリーガルウィナーが追走して、あとは大きくポツンと遅れ始めたマウンテン・ラピード。 3、4コーナー中間残り600を切ってマイペースなのか3番の桜バローレ半馬身のリード、外から一気に追い上げて8番の名勝表し接近。 その後ろからはアグネス・オラシオンさらに大外を回ってギネオ・グランデさらに大その外からは名将・キトラ空いた内をついて差を詰めた7番の SC プリンセス直線コースに向いてさあ突き放して3番桜庭ローレ2馬身のリードですが徐々に差ば詰まってきた間から7番 SC プリンセス外からぐいぐい追い込んでくるのは9番のアグネス・オラシオンさらに外からギネオ・グランデが差を詰めるが抜けたのは7番の SC プリンセス7番 SC プリンセス先頭でゴー 2着に9番アグネス・オラシオンそしてその外10番キドオグランド遅れて3着。